どうも、西オーストラリアパースのひろしです。今日もね、散歩に来ております。今日からですね、僕は3日間、3連休なので、この3日間ね、またいろんなとこを散歩して、またいろんなとこを紹介できたらいいなと思います。今日来ているところは、パース都市から、東へ25キロぐらい行ったところにある、カラマンダに来ております。ということで、今日も散歩に行ってみましょう。という場所はですね、パースヒルズといって、ちょっと山の方にあるんですよね。なので景色がとても綺麗です。僕がね、昔その免許を取り立ての頃に、よく、ドライブがてら来ていた場所ですね。こんな感じのとこをずっと散歩してます。だいぶね、太陽が傾いてきて、いい時間帯になってきました。綺麗ですね。ということで、今日は、カラマンダへ来ました。またね、こういった素敵な場所をまた紹介したいと思います。ということで、また会いましょう。パースのひろしでした。